こんにちは。3月27日木曜日、お昼の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。昨日のニューヨーク市場はドルが売られる展開でした。発表された経済指標はアメリカ景気の冷え込みが一段と強まっていることを見せる結果となり、ユーロドルは上昇し、ドルは全面安となりました。ドイツの IFO 景況指数が好結果となり、それに対してアメリカの耐久財受注が弱かったことで、ユーロ買いドル売りの流れとなりました。また ECB ヨーロッパ中央銀行のトリシェ総裁が利下げに慎重な姿勢を示したこともユーロ買いを後押したようです。ドル円は100円台から99円台に突入しました。ポンドは要人発言に右往左往していました。 BOE イギリス中央銀行の要人がハト派的発言を連発したことでポンドは売られましたが、ドル安のためまた値を戻しました。アメリカ株式市場は相次いだ経済指標が嫌気されてダウ平均株価は続落しクローズしました。反対に債券、金、原油など安全資産は買われ、リスク回避の動きが出ているようです。そして今日の為替相場ですが、昨夜ニューヨーク市場に引き続きドル安の展開です。ドル円相場はニューヨーククローズから80銭ほど下げて98円55銭をつけました。正午現在では98円70銭前後で推移しています。ユーロドル相場は昨日のヨーロッパ市場から150ポイントほど上げて 1.5858 ドルをつけました。しかしその後ユーロ売りドル買いの流れになり、正午現在では 1.5810 ドル前後で推移しています。先週のイースターから続いていた調整局面のドル買いは終わりました。そして経済指標の結果からアメリカの景気懸念が再燃しているためドル売り圧力が強まっています。それに対してユーロはヨーロッパ経済の先行き懸念が和らいでいることでユーロ圏の利下げ観測は後退しています。今後はさらなるドル安になるか動きを注意してみましょう。以上、お昼の FX フラッシュを終わります。この後午後の FX フラッシュは午後3時半頃よりお送りします。